ははいこんにちでですす一問一答のコーナーナ今回はペンネームマイマイさんから頂い,いた英検対策に関するご質問にお答えします英検の作文問題ですね英検のライティングの練習を行っています試験内では30分ほどで書き上げることが必要だと思いますが練習ではアイデア出しに4 5 0分 英文へのの変換にに10 20分、分全体の書き直しに20分ほどかかっています。アイデア出しが一番苦戦している部分です。どのようにアイデア出しの時間を縮めていけばよいのでしょうかということでねえ、ご質問いただきました。はい、ということで今回はですね、英検対策、作文問題のアイデア出し時間を短くして点数アップする方法というテーマでお話をします。で、今のお話を聞いて、いやー、わかります。私も実はそうなんですって思う方、一定数いると思います。で、一方で、 人によっては、いや、そこのアイデア出しは割と早くできるんですが、いざ書こうと思うと、スペルミスとか、あるいは文法がめちゃくちゃになっちゃって、そこで点数引かれちゃうんですよって人もいると思いますで。結構ね、人によってね、この作文の、えー、苦手ポイントってね、変わってくるんですねで。実はこの作文問題って、その人の持っている性格とか強みがめちゃくちゃ出やすいジャンルなんですね。 なので、ちょっとそこも踏まえてですね、この性格タイプも踏まえた上で、今回はこのアイデア出しの時間を短くして、点数アップする方法ですね、お伝えしていきたいと思います。ではですね、まず最初にその時間配分というところなんですが、今ですね、このご質問の中にもあった通りですね、マックスでもやっぱ30分以内で書き上げたいところです。まあ、できれば25分ぐらいでね、書けたらいいかなというところで、まあ、内訳を見ていくと、アイデア出しでね、だいたい4、5分ぐらいですね。 で、ライティングで25分で、トータル30分ぐらいがベストということですね。で、今のお話を聞いていると、まあ、トータルで1時間半ぐらいですかね。 ぐらいはかかってるかなと思いますので、まあ、ちょっとね、時間かかりすぎてしまって、まあ、普通のこの目,、ね、目安の3倍ぐらいかかってしまってますので、まあ、多分今のままでいくと、本番で時間切れになってしまって、えー、作文の点数が落ちてしまうってことがあり得るかなと思います。まあ、あるいは作文に時間かけすぎて、他の部分で時間が取れなくなっちゃって、で、そっちの長文読解とかで時間が足りなくなって点数が落ちるってこともあるかもしれませんね。っていう意味でも、やっぱりね、このライティングの部分というのは、しっかり書いて点数を取りつつも、 時間は短くしていく必要があるっていうことですね。まあ、かといって、あまり短くしすぎて点数が落ちてしまうのも、それはそれでね、良くないので、ライティングってすごく配点が大きいので、まあ、やっぱりね、25分から30分ぐらいで、しっかりね、時間をかけつつもかけすぎずに、えー、うまいこと、えー、調整しながら、内容の濃いものを書いていくっていうのがポイントになってきます。 で、先ほどですね、この性格がすごく影響しますよってお話をしましたが、実はですね、えー、人間ってね、大体大きく4つのタイプに分けられます。で、これはですね、あの、ウェルスダイナミクスっていうね、えー、性格診断テストがあるんですが、まあ、そこの考え方を引用してます。で、ウェルスダイナミクスに関しては結構英語学習に大きな影響を及ぼす、えー、性格タイプになってくるので、えー、僕はですね、 専門で、それ専用に動画を2本作ってますので、もしウェルスダイナミクスより詳しく知りたいなと思った場合はですね、この動画の下の概要欄チェックしてみてください。そこにリンク貼っておきます。で、今回はですね、一応この4つのタイプですね、これをご紹介しますね、えー。人間はですね、大きくこの4つのタイプに分かれてて、直感型、五感型、内向型と外向型ってね、えー、この4つに分かれてます。で、実際にはここをね、真ん中を取ってですね、えー、さらに、 8タイプですね全8タイプに分かれるっていうに言われてるんですが一応今回4タイプだけでね分かりやすく表示しますねで直感型の人っていうのはどういうのかっていうと0からアイデアを考えつくのが得意な人ですので、まあ、アドリブで思いついたり何かをですね瞬間的にパーンとアイデアが浮かんでくる人になりますので作文でアイデア出しに困らない方というのはこの直感型になります で一方でですね、この反対に属するね、この五感型というタイプの人というのは、五感が鋭いタイプですので、相手との距離感だったり、空気感だったり、周りの状況っていうのを見極めて、それに合わせて自分を適応させていくっていうのが得意なタイプなんですね。なので、それぞれね、これ真逆なんですね。 で五感型の人はすごく地に足がついているタイプで直感型の人は常にこう空を舞っているというふうに表現されることが多いんですがえ全くタイプが違いますで五感型の人の弱点としてはですね新しいアイデアをゼロから思いつくのがすごく苦手ということなんですねで実は僕の妻のさやもこの五感型のタイプなのでゼロから何かを書こうとするのは関係なく英語とか日本語とか関係なく苦手なんです でもそれが苦手だからといって、まあ、避けて通ることができないというのが、この英検とかトイックみたいな、この資格試験のね、辛いところではあるんですが、えー、どうしてもね、やっぱ弱点は克服していく必要があります。が、えー、直感型の人と同じようにやろうと思うとうまくいかないので、やっぱりそこはね、えー、自分に合った方法が必要ということです。まあ、今回はとりあえずこの五感型の人向けに絞ってね、お話をしていきます。 でではですねまずこちら行きましょう。このアイデア出しですね。この五感型のタイプの人が一番苦手なアイデア出しの練習をするということですね。で、これはですね、ぜひこのアイデア出し、アイデアとは何かってことをね、ここに書いたので、ぜひ覚えておいていただきたいんですが、えー、新しいアイデアって実は存在しないってよく言われるんですね。全く新しい斬新に見えるものでも、実は既存のアイデアの組み合わせに過ぎないっていうふうに言われています。 ハウツー本みたいな本を読むと大体こう書いてありますね。既存のアイデアの組み合わせなんですよと。だから既存のアイデアのストックを増やしていく。どんな既存のアイデアが過去に受けたのかってことをこう増やしていくことによってそれを組み合わせて新しいヒット商品とかヒット企画を生み出していくことができますよっていうふうによく本には書いてあります。で、これと同じことが英検の作文でも使えるんですね。 で五感型のタイプというのは、もともと自分がゼロからアイデアを出すのが苦手なタイプなので、なおさらこの、ね、既存のアイデアを自分の中に入れていくっていうね、そのプロセスがすごく大事になってきます。じゃどうすればいいかっていうと、既存のアイデアのストックを仕入れるということですね。じゃ既存のアイデアはどこにあるのってところなんですが、これは英検の過去問とか予想問題集です。でああいうふうに過去問とか予想問題集みたいなの,っていのは、一応これでいい点が取れますよ。 まあ満点が取れるかどうか分かんないけど、これで少なくとも合格点は取れますよっていう風なアイデアが詰まってるわけですよ。で、そのアイデアを盗んでいくということですね。じゃあ具体的なステップをね、お伝えしていきます。どうすればいいかということですね。大きくですね、この3ステップで進めることをお勧めします。まず1つ目は、過去問の回答チェックです。まあこれ過去問じゃなくても予想問題集でも構いません。 で、そこにある回答っていうのは、まあ、いい模範回答ですので、そこからですね、アイデアだけを盗むんですね。これポイントです。アイデア出しの練習だけをします。この五感型のタイプの人は、まずは英文を書くプロセスはすっ飛ばして、アイデア練習、アイデア出しの練習、まあ、アイデアを吸収するつもいかもしれませんね。アイデアのストックを仕入れる時間を取るということです。で、これは日本語でも OK です。なぜなら、アイデアは別に英語で取る必要はないからですね。 あくまで日本語で素早くバーって読んでいって、で、あ、この回答にはこういうアイデアが使われてるのねっていうのを吸収します。で、それを大体ね、20パターンぐらいね、見ていただくのがおすすめですね。20パターンぐらい用意して、それを、回答を見ていくっていうことですね。で、ステップ2。これはアイデアを分析していくという方法です。これちゃあ後でお伝えしますね。 で3番目は新しい問題で組み合わせ練習をするということですね。まあ、つまりストックを仕入れたものをこのアイデアとこのアイデアを組み合わせてこの回答に使おうみたいな感じで組み合わせる練習をするってことですね。これやっていくと効果型のタイプの人でも無理なく、えー、辛い思いをせずにですね 自分がゼロからアイデアを生み出している感覚を味わうことができます。まあ、実際にはゼロから生み出している感覚はないかもしれません。もともと持っているものを組み合わせているなって感覚でやっていくと思うんですが、五感,五感型のタイプの人というのは割とそれは得意だと思いますので、す、え、で、ー、に提示されているものをこうよりブラッシュアップするというのは得意なタイプなので、えー、それを、ね、ぜひやってみてください。じゃあ、このアイデアの分析というところですね、どうやってやるのというところなんですが、ちょっとここをですね、えー、お話をしていきますね。はい。 えー、こんな感じでね、やっていくといいと思います。あの先ほどお伝えしたとそり、時間があんまないって言いましたよね。なので、あのはっきりしっかり書いていくと、時間がないんですよ。だいたいまあ2分から5分ぐらいで間出しなければなりませんので、えー、そう考えると、あんまりごちゃごちゃ書いてらんないってことで、まあ、こう絵みたいな感じで書、ね、いていくのが僕はおすすめです。 でよくこういう形をするのは、ね、このマインドマップとかっていうふうに言ったりするんですが、えーまあ、これマインドマップとはちょっと若干正確には違うんですが、まあ、似たような感じでチュチュってこうやってね、えー、どれとどれがつながってるみたいな感じで書いていくと、まあ、割と頭の中で整理しやすいかなと思いますのでこのアイデアの分析ですね、まあ、既存のその回答のアイデアの分析の方法というのを、ね、今からお見せしますでちょっと例を挙げるにおいてですねちょっと英検の、ね、過去問を持ってきました で、これ実際に、ですね、英検協会のサイトにある過去問ですね、を持ってきたんですが、そっちの英検協会の方はね、日本語がないので、まあ、できればちゃんとお金を払ってあの既存のそのブ文社とかが出してるやつ、予想問題集とか過去問題集を買うのがおすすめです。でそこにはね、日本語訳が載っているので,で、その日本語訳を見ながらですね、必要なアイデアを拾っていくっていう感じですね。 で、今回は、準一級の回答で、2023年の1月に実施された、1月22日にね、実施されたものがありますので、まあ、それをですね、英検協会のサイトから今ね、引っ張ってきて、ここで見てます。で、その内容をですね、分析したものがこちらになるということですね。ちょっとね、これどうやって分析してるのかというのをね、お手本をお見せします。 まず、この内容あ、ちなみにこの内容を見たかったらあの、この動画の下の概要欄にね、英検協会の公式のリンクを貼っておきますので、そちらをクリックしていただいて、で、見,見ながらこれを聞いていただくのもいいかもしれませんね。はい、ただし、これは英語しか書いてありませんのでね、できれば日本語が書いてある問題集を使うとより良いと思います。まあ、そのスピードが上がりますね、理解度のね。 ということで、まあ、やっていきます。で、えー、今回のトピックは、えー、再生利用可能な製品をもっと普及させるべきかっていう内容です。えー、政府は再生利用可能な製品をもっとね、えー、普及させる努力をすべきかみたいなね、そんな内容なんですが、まあ、それに対して、えー、アグリーかディスアグリーかを最初決めてます。で、今回模範解答の方は、アグリーから始まってるんですね。なので、とりあえずここで分析するときは、アグリーって書きます。でそしたらこれまあ、丸で囲ってですね、 でこの理由を2つ書きなさいって書いてありますので、どの2つ、まあ、一応ね選択肢があるんですが、その選択肢の中のどの2つを選んでるかっていうのをここに書いていきますね、まあ。ゴミとコストについて書いてるねと。でそしたら、このゴミの方で何を詳しく喋ってるかっていうと、量ですね、埋め立て込みの量が増えると、えー、環境汚染につながるよって話で,で、この量を減らすことによって環境を守れるよっていう落としどころに持てっているねってことが分かるんですね。 なんでこんな感じで、えー、アグリーします。ゴミです。量です。環境です。って感じで、そのキーワードっていうのをう拾っていくっていう感じです。これがアイデアの分析です。で、同じくコストの方だったら、えー、使い捨てのビニールとか箸っていうのをね、具体的に出しています。で、それによって企業はこれらをね、えー、削減することによって、えー、コストが下がりますよ。で、消費者も、えー、安く済む。 ので生活コストが下がりますよってことで、まあ、最終的にはこの使い捨てビニールと箸を企業と消費者両方とものコストダウンに結びつけているというアイデアが見えてくるんですね。でそしたらもうこのねアイデア分析終わりです、はい。これは大体ね 2分分から5分以内で行ううということですねでこれは先ほどお伝えした通り、英語のトレーニングではないので、日本語訳を見ていただいて大丈夫です。日本語訳を見ながら、あ模範解答はこういう着眼点で、こういうアイデアで書いてるんだねってのをこうやって、えー、まとめるんですね。こんな感じで小さく。で、そしたらもう次のまた、えー、ストーリーに入っていって、で、その作文を見ながらまたね、こうやって、えー、アイデアを盗んでいくという形です。で、これをですね、 1回では多分覚えきれないのであの何,何回か復習するといいと思います1回1ネタをこうやって書くのにだいたい5分かかるとしたら、まあ、1日まあ10分から15分ぐらい、まあ、できれば20分ぐらいですねそしたらまあ4ネタぐらいは分析できますよねで1日4ネタ分析するのを5日間続けたら4520。 20ネタが手に入ります。まあ、1週間で20ネタをやったらですね、そしたら次の週にもう一回同じネタを復習しながらですね、ああ、そうだったそうだった、アグリーから始まってゴミ、量、環境だったなとかって感じで復習しつつですね、こうやっていくわけですね。で、その見た瞬間に、この問題を見た瞬間に、あ アイデアはああだったな、こうだったなえ、ゴミとコストで、量と環境と使い捨てビニール、箸え企業コスト、消費者コストだったなとかっていうのをパッと思い浮かべるようにね、何度も刷り込んでいくんですね。でこれはブツブツ口に出すのがいいと思いますねえ。ゴミ、コスト、量、環境、使い捨てビニールとかっていうふうに言っていくのがいいと思います。でそうやってある程度ストックが、まあ、20個分集まったらですね、えそしたら次にえ新しい、さっき言ったね、この書き出しのやつを練習するといいと思いますね。 はい、これですね。新しい問題で組み合わせ年収ということで、まあ、これはまた新しい問題集を使って、で、今まであったものを組み合わせながらですね、じゃあここ、ここに関してはコストを持ってくるかとかね、ここに関しては子供の教育を持ってくるかみたいな感じで、大体まあ、英検で社会問題に関するお話なので、ある程度パターン決まってくるんですよ。20パターンぐらい分析していくと、アイディアのパターンはだいたいは大体見えてくるので、これとこれを組み合わせればいいなって感じで、 多分ね、その要領がつかめてくると思います。で、このアイデアをね、分析して組み合わせるこの3番の時きの、まあ、要注意点があるんですが、あのそれはですね、あの似たようなことを言ってしまわないように気をつけるっていうことですね。まあ、つまり、例えばここだった場合は、ゴミとコストってね、違う2つに分けてるんですが、えー、ここは最終的に環境問題になってますでさ。こっちは最終的にちゃんとコストの話になってますよね。ですが、これがね、話が飛躍していくと、ついついね、 なんかかいつの間にかこれがねあのコストを抑えることによって CO2 の削減が、えー、できるとかってなってなんか環境っぽいようなことを喋っちゃったりすることあるんですよ。そうするとこの2つが同じこと喋ってんじゃんってなって減点になりがちになります。これはねアイデア的に良くないってことですね。なんでこの2つが全く違う視点から喋ってるんだよってことをしっかり。 伝えらられるるよよううににすたために似たようなななアアイデアを組み合わせててはならないってことを覚えていていくださいこれは英検11級の場合だと2つですが英検これが1級になると3つになってでしかも自分で0から考えましょうみたいな感じなので、まあ、なおさらアイデア出し難しくなるんですが、まあ、その分、ね、自分の中にあるストックというのがいかにたくさん入っているかが大事になってきますのでこの辺をですねかぶらないようにするで特に英検1級に関しては3つありますのでこの3つがかぶらないようにするっていうのが大事ですね。 はい、なんか書いてるとね似たようなこと言っちゃうなっていうのがあるんですよ。で、それは明らかに限定の対象になりますので、まあ、そこだけ要注意ということですね。 でこういうことができるようになってくると、だんだんですね、この最初は苦痛だったアイデア出しが楽しくなってくると思います。しかも時間が短縮されますからね。で短い時間で素早くアイデアが出せる感覚を味わうというのがとにかく目的ですので、えー、最初のうちは英語で読む必要はありません。この模範解答をね、えー。模範解答はあくまで日本語で見て、そしてアイデアを吸収する、ストックを増やすということを、とりあえずはね、最初にやってみてください。でそこからいろんなことが見えてくると思いますので。 ということで、えー、以上ですね。今回は、意、え、検、ー、対策ということで、作文の、えー、アイデア出しの時間を短くする方法をお伝えしました。えー、よかったら、ぜひですね、この方法を試してみてください。で、ポイントは、先ほどもお伝えした通り、えー、分けるということです。アイデア出しの練習の時間と、えー、実際に英文を書く時間というのを分けてください。で、特に五感型のタイプの人は、このアイデア出しの時間、この練習時間をできるだけ多めに取るということですね。まあ、できれば2週間ぐらい集中して、その時間を取って、で、その後に、 えー、そこを今度作文まで入れて、で、時間を30分以内に抑えるっていうふうに練習していくといいかなと思います。はい、では以上です。Thank you for watching.See you later.